いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。早速スタートです。この RTA は再装になりますので、前回行った基本的な解説はありません。なので、前回の動画を見てからの方が、楽しめると思います。また、前回と同じチャートで見どころがないシーンは、基本倍速します。こっちの方が編集も楽だからね。そしてベジータ襲来までは、前回のチャートと全く同じです。それまではほとんど倍速で飛ばします。海王星の狩猟なんて見たくないでしょ？倍速中は、前回の動画で説明できなかったことを中心に解説します。初見さんもいると思いますので、まず最初に、この記録が出るまでの流れを説明しましょうか。畑仕事きつかったなぁ。帰って RTA 編集しなきゃ。あ、戦地兄貴のブロマガが更新されてる。失格記録が抜かれちゃったかな。嘘やろ。冗談もしてくれ。こっちはまだ失格記録の編集が終わってないのに、この記録抜かないと再装しましたってドヤ顔できないじゃん。というわけで、先駆者兄貴の記録を抜くべくチャートをかなり切り詰めて操作も高速化しました。時間ごとにチャートをいくつか用意して、それぞれを20回ほど走り、最速、最地、中央値、突破率を考え、最も RTA に適したチャートを模索していきました。普通かと思っていたチャート吟味作業は、実際やってみると楽しかったです。やっと RTA のガチ勢っぽくなってきましたね。先駆者兄貴のチャートを参考にした部分もかなりあり、私一人で完成させたわけではありません。ライバルあっての記録、はっきりわかんだね。最初の難所、ニセラビッツです。当 RTA で最もリセット回数が多い敵です。この時点で7分を切っているのは結構早いですが、まあ誤差の範囲ですね。前回のチャートと同じく、ニセラビッツが防御位置を引くまでリセットします。ここは何の工夫もできず、ただリセットするだけなので、RTA としてはかなり苦痛です。足切りタイムは12分です。それまでリセットします。突破率は3割ほどですかね。確かに普通ですが、10米クエストの変換作業よりははるかにマシですね。2回目。10分までに突破したいなぁ。この辺は漫画読みながらやってたりします。
ち、2回目でこれは早いぞ。でも流派一致なので倒しきれず。しかも星Z、負けそう。防御位置はやばい。これはダメかもわからんね。悟空は反撃を食らうと即死するので、超危険な状態です。カードが弱すぎるので、ウーロンでマリガン。微妙だが12削ればいいので、これで。ここは攻めます。悟空も攻撃に参加。当てればよし、迎撃なら終わる。悟空は当てないと反撃食らって死にます。命中。あとは追撃を祈るだけ。やったぜ。ニセラディック撃破。一リセなのでこれはかなり早いです。しかもウーロンをあまり消費してないのも美味しい。ベジータ襲来までにチャート変更はありませんが、プレイングは微妙に変わっている部分があります。地球では若干お金が余るようになったので、ウーロンを積極的に使用しています。以前はベジータ戦までウーロンを持たす必要がありましたが、今回は海王星の主要で使い切っても問題ありません。この変更により、地球が前より安定するようになりました。ラディッツ戦です。ご飯カードは忘れず使いましょう。防御高めのカードを選択し、このターン生き残れることを祈ります。ラディッツの星5、追撃が出ない限り安全です。反撃やめろよ。はい、ほぼ勝利確定です。次のターン、ラディッツが星 Z を引かないことを祈りましょう。ウーロンで誘発室を引きます。1発つも、素晴らしい。はい、勝利確定です。ニセラディッツ、本物ラディッツともに運ゲーなので、ここが RTA の第一関門ですね。今回はウーロンの消費が非常に少ないです。ご飯の主要、海王星の主要がかなり楽になりますね。せっかくの再走なので、チェックポイントでは前回とのタイム差を表示します。前回はノーリセでしたが、今回の1リセの方が早いですね。9コンマンの時点で40秒早かったのと、洞窟での逃げ成功が良かったので、その分差が出ています。次、ピッコロ戦。ウーロンが余っていたので、誘発室を引くまで粘っても良かったかもしれません。オート戦闘するべきなのに、マニュアルで戦ってますね。ロスは3秒くらいです。この戦闘は負けても再挑戦できるので、必ず突破できます。ただし、ちまちま戦っていると時間がかかってしまいます。星 Z の魔先行なら防御7までなら一撃で倒せます。結果から言うと、ウーロンを使って誘発室を引いた方が早かったと思います。こういった、状況に応じたアドリブができる走者は本当にすごいと思います。そして誘発室を積も、しかも星7。運良すぎー。魔先行は演出が長いので、エネルギー派を選択。星7以上で強力エネルギー派になります。143ダメージ。2ターンで倒せたので、前回よりちょうど1分早いですね。次は悟空の主要なので、倍速します。倍速を見ているのも、つまらないと思うので、皆様のために、このゲームのダメージ計算について解説します。
本作のダメージ計算式は右枠の通りになっています。一つ一つ順を追って説明します。攻撃値は攻撃側の BP、 技攻撃力、星から算出します。 BP、 星は画面から確認できますが、技攻撃力は内部値になっているので通常は見えません。例として悟空の技攻撃力は右枠の通りです。通常攻撃の4を基準に考えるとカメハメハの威力が想像しやすいでしょう。星は1から7は表示の通りですが、 Z は10として計算します。ドラゴンボールにおいて Z は特別なのです。一覧にすると Z がいかに強力かお分かりいただけるでしょうか。次に防御値の計算ですが、攻撃値の計算式とあまり変わりません。漢字でも Z は10として扱います。防御力は多くのキャラが6です。味方キャラはクリリンが5、チャオズが4、それ以外は全て6です。敵キャラは一部のボスに8、10が設定されています。それでは先ほどのニセラディックス戦のダメージを計算してみましょう。まずは攻撃値を求めます。ピッコロの BP は408、魔漢光殺法の技攻撃力は30、星は Z です。次に防御側のニセラディックスですが、BP は800、防御力は8、漢字は1です。攻撃値と防御値が定まったので、最後の式に当てはめて計算します。この結果が実際のダメージになります。ニセラディックスの HP は80なので、この結果なら一撃で倒せるように見えますが、実際のダメージは68でした。これは、ニセラディックスの流派が一致していたためです。流派が一致すると、BP は 1.25 倍で計算されるのです。なので、防御側の正しい BP は、800の 1.25 倍で1000です。この結果、最終ダメージは68となり、一撃では倒せません。RTA では、敵に流派一致を引かれると相当なロスになってしまうのです。画面の方では、重力腫瘍が完了しました。ここまでで17ターン経過しています。目標は18から23ターンなので、1ターン撃破が最適解なのですが、ウーロンをケチってますね。しかも海王様が流派一致。こんなんじゃダメージ伸びないよ。編集してて思いましたが、手持ちのウーロンを全て投入してでも、もっと強い手札を引くべきでしたね。ウーロンが相当に余っていたので、ここは攻めるべき場面でした。流派不一致なら、ダメージは82です。腫瘍完了。ノーリセでしたが、海王様でのロスが大きく、大きな短縮にはなりませんでした。なお、最後の重力腫瘍で星7の流派質を使ったのは、確実にクリアするためです。重力腫瘍の失敗は即リセットなので、あそこで温存するのはリスクが大きすぎるのです。ベジータ襲来です。ここからチャートが更新されているので、見とけよ見とけよ。クリリンは、今回のチャートでは日課以外の役目はありません。残念。前回の動画でチラッと活躍の目があったヤムチャですが、本チャートではヤムチャを使用します。もうかませキャラなんて言わせない。民家のプーアルからプーアルを回収。ここで一度目のアイテム調達を行います。前回のチャートで温存していたじいちゃんを売却して購入費用に充てます。
ボス戦のチャートを見直したことによって、じいちゃんが余ったためです。このタイミングで売却することによって、安定した加速につながりました。地味な更新点ですが、買い物操作もチャートに起こして高速化しています。まあこれは前回からやっておくべきことだったんですがね。天津飯、チャオズを仲間にします。この二人の役目は前回とほぼ同じです。つまり、チャオズは肉壁要員だな。二回目の買い物。ここでも前回温存していたじいちゃんを売却します。じいちゃんは 18P で売れるので、これで大きく加速できます。準備ができたので、ベジータの元へ行くぞボス戦の前に、ウーロンで星ベッドか誘発のどちらかを引きますで星ベッド引くも、運良すぎーサイバイ満点です。まずは不要な玉座を消費して倒します。誘発を使えば早いですが、これは次のサイバイ満に温存します。さっき星ベッド質を引きましたが、本来は閻魔大王か基地で星ベッド質を作成します。つまり、この段階で星ベッド質派1枚分余っているのです。余ったんなら使えばいいんじゃないの、と思うかもしれませんが、このチャートではどこかでアイテムが余らないと、最後のフリーザ戦で足りなくなってしまうのです。栽培マン2戦目です。ランチと爆裂魔後方で一掃します。さっきの戦闘で、星 Z、星7が引けたのは大きいです。ランチが不発だった場合は即リセットです。2回リセットしたら最初からやり直しましょう。星 Z の爆裂魔後方は、誘発値の防御7以上だと倒せません。5体いるので残ることがありますが、それはやむなし。全弾命中で、すべて一発撃破。風気持ちいい？この短い区間で、非常に大きく短縮しています。1戦目の栽培マンで追撃が出たのが大きかったです。最初の栽培マンは、必殺技で確実に速攻するのもありかもしれませんね。ナッパ戦です。前回同様、海王剣ですぐに倒しましょう。基地で星7以上の誘発値を作成します。これで3倍海王剣が発動します。追撃出ろ。追撃出ろ。追撃なし、残念。なお、星 Z で追撃が発生して、なおかつナッパが防御1なら、238ダメージで即死します。次のターンは基地を使い、カメハメハで一気に片付けます。TP は十分なので、星が引くともカメハメハなら倒せます。できれば誘発器を自力で引いて基地を温存したいなぁ。引けました。なんだこのご運。しかも星3で先制、ちょっと運良すぎんよ。防御6だが、誘発器基地なので瀕死確定。追撃が発生すれば最高だけど、さすがにね。これマジ。ここはアイテムを温存しつつ加速できたので、タイム以上に価値がある短縮でした。
次のベジータ戦ですが、BP 増加バグを回避するため、少々動きを変えます。ここは先駆者兄貴のチャートを参考にしました。というか完全コピーです。今更ですが、BP 増加バグ回避のため、後期版から初期版に変更しています。基地で腰ベッド室を作成し、3倍海王剣を発動します。ここで海王様を使ってはいけません。この戦闘で海王様を使ってしまうと、必ず BP 増加バグが発生してしまいます。海王様を使うのは、ご飯たちが合流してからです。場面がご飯に変わったら、一度セーブしてリセットします。きちんとセーブをしてからリセットしましょう。通常、1回でもエンカウントすると悟空に場面が変わってしまうのですが、一度リセットすることによって、3回のエンカウントで場面が変わるようになります。ここの買い物ですが、これは完全にガバチャートです。閻魔大王を1枚買うために立ち寄っているのですが、ナッパ戦前に1枚余分に買えば、立ち寄る必要はないのです。ここのチャートを修正して10回ほど走りましたが、結局この記録を抜くことはできませんでした。すっごいもったいない。はっきりわかんだね。ここで高速移動しているのは、エンカウントしても構わないから、です。正確に言うと、悟空と合流する前に一度エンカウントする必要があります。ノーエンカで合流してしまうと、BP 増加バグが発生してしまいます。これもうわけわかんねえな。エンカウントするため、高速移動で悟空の元へ向かいます。出なかった。必要はありません。逃げます。これで BP 増加バグ回避の仕込みは完了です。あとはベジータを倒すだけ。海王様で悟空をドーピングした後、ピッコロでベジータの手札を確認します。流派一致の防御さん。一瞬リセットか悩みましたが、攻撃します。閻魔大王で星ゼット室を作成。この戦闘、変に長引かせると悟空の敬愛が切れて、地理品になり負けます。当たればよし。攻撃なら完璧。追撃なし、残念。次のターンはウーロンで誘発を引いて倒します。ベジータ戦は敬愛切れに注意しましょう。海王剣は1ターンに敬愛を10消費するので、一気に肩をつけないと危険です。星ゼット室を積も。これマジ。さっきからカードの積もが恐ろしいです。ここまで良かったことは多分ありません。ベジータ戦終了。2ターン撃破はチャート通りですが、やはりアイテムの運分が大きいです。区間タイムで見るとそれほどの短縮になっていませんが、これはバグ回避の一連の儀式のためですね。バグ回避の方法を発見した先駆者兄貴、ほんと憧れる。今回の総評ですが、早い上にアイテムが節約できており、ガバチャートを除けばほぼ完璧と言えるでしょう。とはいえ、
本 RTA 最高の運ゲーであるベジータを控えているので、全く油断はできません。次回、ナメック星です。リベンジに成功した RTA のパートに始まるよ。今回は早送りてんこ盛りです。移動ばっかりだからね、しょうがないね。ナメック星到着直後はチャートに変更はありません。なので、チャートが変わるところまで倍速です。クソ演歌やめちくりー。少し時間があるので、前回のダメージ計算の補足をします。今回は追撃です。追撃の技攻撃力は、通常攻撃の2倍で、その上必中と、非常に強力です。また、攻撃を連続で受けると関数字の内部値が下がる仕様があるので、単純に通常攻撃の2倍よりも大きなダメージになります。なお、攻撃を開始された時の追撃に限り、通常攻撃の3倍になります。このため、追撃さえ出れば通常攻撃は当たらなくても良いのです。追撃が発生するかどうかで戦闘にかかる時間がかなり変わるので、これも当 RTA における運要素の一つですね。ミニゲームを無事に1発突破。最近は調子いいです。ここからナメック星のチャート変更です。以前はツムリー、前今まで直行していましたが、今回はアイテム屋に寄り道します。地球でじいちゃんを売却したため、ここでバブルスを買うことができます。バブルスはこの後の洞窟で使います。ここでまさかのアイテム強化。手札の角が良すぎて使う技のアイテムが余ったためです。思想ではこんなこと一度もなかったので、一瞬戸惑いました。あと、今回のチャートではレベリングは一切ありません。そのためクリリンは肉壁役になってしまいました。9位の戦闘まで特に見どころもないので、倍速で一気に飛ばします。倍速中はドラゴンボールの BGM でも流しましょうか。カルゴを救出したら、洞窟に向かいます。洞窟では先ほど購入したバブルスを使用します。バブルス1枚で5回のエンカウントを無効化できます。全く逃げミスしない場合、バブルス1枚で加速できる時間は約50秒です。今回は4枚ありますので、合計で3分20秒は加速しています。逃げミスによるリセットを考慮すると、実際は4分以上加速していると思います。前回は9位にじいちゃんを3枚使用しましたが、そのうち2枚を加速のために売却してしまいました。なので今回9位に使用するじいちゃんは、この洞窟で拾える1枚だけです。これで以前より早い上に、安定して倒せます。これもチャート改良の賜物ですね。この洞窟を出れば9位戦なので、準備を整えます。星 Z 筆を1枚用意するためにウーロンで星 Z か流派筆を引きます。一発で星 Z 筆を積も、運が良すぎてなんか怖くなってきました。9位戦です。ここは大きくチャートが変わっています。前回ではドドリアに使っていたベジータカードを、ここで使用します。さらにじいちゃんを使用して、オート戦闘。1ターン目はこれでいいです。防御4、まあまあですね。この後のベジータの攻撃の結果で若干パターンを変えます。星5、悪くはないです。追撃が出れば理想です。追撃なし、残念。できればベジータの攻撃で、残り HP150 くらいまで削って欲しかったです。ベジータ以外の攻撃はほとんど誤差です。
追撃するとロスなくらいなので、こっちはおとなしくしててほしいです。この戦闘では、秘められたパワーが爆発したご飯は使いません。オート戦闘では戦闘力の上位5人が自動で選出されますが、ベジータを呼ぶことによって、ご飯は6番目の戦闘力になるのです。戦闘に参加しなければ死ぬこともありません。つまり、じいちゃんを使わずにオート戦闘をしても、絶対にゲームオーバーにはならないのです。防御6だと結構残ります。これは誰か死にますね。ツムリー、マイイマの両方が死んだ場合はリセットです。ツムリーは生き残ってくれよなー。さようなら、クリリン。393ダメージ。攻撃がかわされた場合の追撃は、通常攻撃の3倍の威力です。急撃波。ベジータの強力エネルギー波で倒すのが理想だったんですが、脳裏手で突破したのでよしとします。洞窟でのバブルスと、急戦でのベジータカードの使用で、この区間で5分弱もの短縮ができました。前回第3次だったここの買い物ですが、なんと今回も間違えています。本来はじいちゃんを2枚買うべきなんですが、1枚しか買っていません。以前はチャートのページを読み間違えてしまったのですが、今回はチャートそのものが間違っているのです。いつもはチャートを見ずに記憶で買い物をしているのですが、今回は好タイムだったので間違えのないようにチャートを見ながら操作していました。まるで成長していない。はっきりわかんだね。ここ、本来は父とバブルスを買った後にウーロンで埋めるんですが、バブルスが買えないほどにアイテムが余ってました。念のための手持ちチェック。しかしじいちゃんが1枚しかないことに気づけませんでした。準備が終わったので、次はドドリア戦です。ご飯、天津飯の順位並べ替えます。そしていつも通りウーロンでカードを引きます。2回目で星ゼットスを積も。早い、早すぎる。ドドリア戦です。まず最強炉をご飯に使用します。次にピッコロでドドリアの手札を弱体化します。この時、ドドリアの防御が3以下ならピッコロは使用しません。じいちゃんを使用して、エンマ大王と父で星ゼット室を作成します。ドドリアはご飯と天津飯で倒します。天津飯に海王様を使えば、確実に2ターンで撃破できますが、アドリブでどうにかなるので、海王様は使いません。この戦闘での加速ポイントは、ピッコロを温存できるかどうかです。
ボスキャラは防御が高めのカードを使ってくることが非常に多いので、これは祈るしかありませんが、瀕死のツムリーがいるため、ご飯の秘められたパワーが爆発します。これでご飯の全ての技攻撃力が2倍になります。そして発動ターンのみ3回攻撃です。追加攻撃の内容はランダムなので、エネルギー波が出ることを祈ります。しかも連続エネルギー波、これはピッコロ温存の可能性が出てきました。三発命中、合格。でも追撃なしだと片手落ちですね。おそらく計算式の設定ミスですが、連射系の必殺技の追撃はダメージが異様に伸びるという仕様があるのです。2ターン目、ここでじいちゃんがないことに気づきます。なのでゴリ押すしかありません。しかもドドリアが ZZ を引いてるので、ピッコロを使うしかありません。ご飯の星 Z マ先行のダメージは102なので、残り2を削るために総攻撃をかけます。ドドリアは星1なので、マ先行さえ当たればドドリアが攻撃する前に削り切れると読んでいます。ここは安定のために総攻撃ではなく、必中技である自身の剣か総機弾で攻めるべきでした。命中、追撃が出れば終わりです。追撃なし、ですが1回でも攻撃を当てれば終わりです。ドドリア撃破、ピッコロが温存できなかったのは残念でしたが、結果的にじいちゃんが1枚分浮いたので、お金に余裕があります。お金が余れば加速できますが、今回は余りすぎです。ある程度までは余った分だけ加速できますが、使い切れないほどのお金があっても意味はありません。次はいよいよ悟空の戦闘力チェックです。この時点での悟空のレベルは15。戦闘力が 14,331 であれば正常です。正直、ここはかなり緊張していました。14,331 を確認、バグを乗り越えました。バグ回避のチャートを構築していた先駆者兄貴、本当にありがとう。あとはただの作業なので倍速で飛ばします。特訓が終わりました。次のナッパ戦のために星 Z に父を使用します。忘れずセーブ。ランチで一掃します。ランチ爆発ならリセットです。ナッパの防御が5以下なら一撃で倒せますが、実際に一撃だったことは今まで数回しかありません。経験則ですが、ボスキャラにはいいカードが引ける補正がかかっているとしか思えません。いろんな攻略サイトや内部データを掲載しているサイトを回りましたが、このことに言及している記事は見つけられませんでした。まあ、仕組みが分かったところで対策ができるわけではありませんが。遅延行為はやめろ。爆発波の演出はかなり長い方なので、勘弁してほしいです。アイテムが余っているので、ここは安定を取ります。
本来は普通に倒すのですが、ここは珍しくアドリブが成功した場面だと思います。星3の魔工法では削りきれない可能性が高く、星5の連続魔工法だと演出に時間がかかるので、星 Z の爆裂魔工法を選択しました。防御6では魔工法では倒せないので、結果的に正解でした。次は本 RTA の山場、最長老兵の洞窟です。最初は特に話すこともないので、手順を大幅にカットしている合言葉の入手について解説します。右枠に正規の手順を載せていますが、このうち1から3の全てがカット可能です。タスでは1のみを実行して、その辺の穴を調べて合言葉入手フラグを立てていましたが、実配置すらカット可能なのです。おそらく、穴を調べると合言葉入手フラグを立てるのが、その辺の穴にも設定されているためと思われます。このゲーム、結構フラグ管理がガバガバです。例えば、アイテムが入っている穴を調べて、奥を覗きますか、で、いいえ、を選択すると、穴の中のアイテムが消えてしまうのです。ちなみに毒ガスの罠も消えます。合言葉を入手したので、次はアイテムを揃えます。ここもチャートが変わっています。まず、スカウター A 以外のアイテムをすべて売ります。こうすることで、アイテムが買った順に並ぶので、使う時にいちいち探していたロスがなくなりました。また、ウーロンが6枚必要で、2枚持っているから、4枚買う、などの、手持ちを考えた計算も不要になりました。今なんで神様を買ったんですかねー。なんで神様を買うチャートになってんだ。また見ているページを間違えてるじゃないか。30秒もかからない買い物に1分以上もかかっちゃったよ。次は民家で火事場泥棒をします。ちょっと行き過ぎた。行き過ぎ、ああ、お互いに行き過ぎた。お互いに行き過ぎました。これは二人とも行き過ぎだから OK か。次にピッコロカードを補充するため、ナメック星人にスカウター A、B と交換してもらいます。ドラゴンボールは例によって無視します。ナメック星人の話を要約すると、スカウターがあればフリーザたちの接近に気づけるので、持ってきてほしい。人か感じられないんですか？このイベントは、ピッコロを入手するために必要です。現在のストーリー進行度では、ピッコロはまだ非売品なので、この方法でしか手に入らないのです。このチャートの難点は、一緒にカエルも入手してしまうことです。カエルは義乳のボディチェンジを防ぐことができます。RTA では全く不要なものなのですが、イベントアイテムなので捨てることもできず、ゲームクリアまでアイテム欄を圧迫し続けるのです。現在、イベントアイテムでアイテム欄が4つ埋まっています。アイテムが24個しか持てない本作では、枠が1つ埋まるだけで非常にきついです。前回このチャートを採用しなかったのも、カエルを入手してしまうことが原因でした。しか
し検証を進めると、ドドリアにピッコロを2枚使って2ターンで倒す方が早かったので、カエルチャートを採用することにしました。ドドリア戦でピッコロが浮けば加速できる理由は、ピッコロ入手イベントをこなす必要がなくなるからです。そしてカエルを入手することがなくなるので、その分空いたアイテムランを加速に使用できるからです。準備が完了したので、最長老の洞窟へ向かいます。この時点で現金 80p 以上持っているのは歴代最高額です。ここからは何の見どころもないので、倍速します。ここからチャート変更です。以前は無視していたネイルを仲間にします。偽ネイルとの戦闘がありますが、一気に型をつけるため星ゲット室を用意します。偽ネイルはかなり強いですが、こちらにもネイルがいるので苦戦はしません。この時点でネイルが仲間になっているので、戦闘に並べ替えます。ネイルの強力エネルギー波を打ちます。相手の BP が高いので、防御が1でも一撃では倒せません。防御さん、かなりいいですね。ちなみに追撃が出てもギリギリ倒せません。反撃、これは美味しいです。を引いたので使いますが、これは悪手でした。閻魔大王で星ゲットにするべきです。星さんのエネルギー波では防御1でも偽ネイルを倒しきれません。遅延行為はやめろ。手拍子で誘発室を使ってしまったのは悔やまれるプレイングですね。せっかく引けたのにもったいないです。ただしこれは大きなロスにはなりません。1対1の戦闘だと、1ターン余計にかかっても大したことはないのです。多分。偽ネイル撃破。ドロップはランチ。このドロップが重要なのです。ランチは陸雲戦で必要なアイテムなのですが、事前に店で買わずとも偽ネイルからドロップで手に入るのです。つまり、ランチ1枚分の枠を加速用のアイテムに使えるということなのです。前回かなり時間がかかったアプリコですが、ネイルがいれば楽勝です。はい、終わりました。ネイルの追撃が出て運がいいな、と思われるでしょうが、この戦闘ではやたらと追撃が発生します。追撃の発生率ですが、BP に差があるほど発生しやすい気がします。ネイル対フリーザの戦闘では、6回連続でフリーザが追撃することもよくあります。ネイル加入チャートのメリットですが、ランチが手に入ることと、アプリコ戦が安定して早いことです。ネイル加入とネイル虫のチャートを区間で20回程度の結果を比較しましたが、最速、最地、中央値のすべてがネイル加入の方が早かったです。これはとても意外な結果でした。
ネイル虫だとアプリコを倒すのに総攻撃をかけるので、1ターンあたりの時間がかかりすぎることが原因でした。また、アプリコに使用していたじいちゃんをリクームに回せるので、じいちゃんと偽ネイルのドロップ品のランチが浮く。その上安定して早い、と、ネイルを加入しないメリットはもはやありません。ちなみにアプリコ戦の最速は、アプリコが先制して逃走するパターンです。これだと10秒もかかりません。バブルスが切れたので、10米ウォーク開始です。逃げ切れなかったのでリセ。1回のリセットでのロスは約20秒です。また逃げ切れなかったのでリセ。2回目は結構ロスいです。わーい出口が。ダーボン戦に備えて手札を用意します。いつも通りウーロンを使用。いまいちだったのでもう一回。これで引けなかったらリセットです。一瞬リセットか悩みましたが、ユーハヒツと星7が引けたのでこれでいきます。7で星7をユーハヒツに変えて準備完了。ここから怒涛のベジータゲーが始まります。しっかり働いてくれよなぁ頼むよ。もう何の価値もない RTA のパート3始まるよ。ここからはずっと運ゲーが続きます。なので今から祈っておきましょう。中盤における山場、ダーボン戦です。さっさと最強カードでギャリッコーを打てばいいのに、なぜか躊躇してますねー。第一関門突破。できればこの一撃で終わらせたいです。防御低め引いてくれよなぁ、頼むよ。防御4、まあまあですね。一撃ラインは防御2までです。あと1回攻撃すれば終わりそうですが、これもお祈りしなければいけません。反撃来た。でも貫通時が2なのでいまいちです。反撃は関数字でダメージ計算するからです。ベジータの2回目の攻撃はなし。ここ、判断が少しおかしいです。なぜかユーハヒツを使ってます。そして働かないベジータ。さらに演出の長い連続エネルギー波で大ロスです。この戦争でご飯がやられることはまずありません。ダーボンとの DP 差が2倍ちょっとしかないためです。こうやってロスしているシーンを見ているだけなのは、RTA では非常にイライラします。ベジータと、肉壁用のチャオズを立たせます。ベジータが戦闘拒否した場合に誰も戦闘していないと、誰かランダムで戦闘に引きずり出されるからです。一応、手札消費も兼ねています。やるじゃない。ここからが本当の運ゲーです。まずは閻魔大王で星ゲット室を作成します。次にいつもの3種の神器を使います。ピッコロ、じいちゃん、最強ローですね。もう何の価値もない RTA のパート3始まるよ。
ここからはずっと運ゲーが続きます。なので今から祈っておきましょう。ガーボン変身前でも手札を置きまず行きましょう。なるべく1ターンで倒したいですね。もう何の価値もない RTA のパート3始まるよ。ここからはずっと運ゲーが続きます。なので今から祈っておきましょう。ガーボン変身前でも手札を置きまず行きましょう。なるべく1ターンで倒したいですね。フーザーテイルーナー、戦うことしか能のないサイヤ人がなんで戦闘拒否するんだよー。そんなんだからサイヤ人の王子かっこ笑いなんて言われるんだよー。もうパート3始まって4分経つけど全く進んでないじゃないかー。これ以上リセットすると2時間30分切りはかなり危ないです。今度こそ頼むぞ。ガーボン変身前なんかパパパッと終わらせましょう。防御低め引け低め引け。防御3ギリギリ倒せないけど当てたので合格。追撃しろ。これ以上長引かせたくないよ。やるじゃない。2回目の攻撃が出れば終わる。2回目の攻撃はなし。これ以上運ゲーしたくないよー。ベジータの先生いいぞ。とりあえず変身前はこれで終わり。次リセットしたらやる気がゼロになってしまいそうです。タイム的にはそこまで死んではいないのですが、リセットの繰り返しは本当にやる気がそがれます。もはや解説することもありません。1ターンで終わることを祈りましょう。よっしゃー。1ターン目でベジータが働きさえすればまず負けません。ガーボンの HP は確定で20に残るので、このターンで削り切れることを祈りましょう。お前のことが好きだったんだよ。さすがサイヤ人の王子。もう来なくちゃ。ガーボン突破。リセットは3回。リセットの4分がそのまま遅れになってます。痛いですね、これは痛い。しかしクズンカと聞かれると、そこまで悪くはない、と言わざるを得ません。ガーボンをノーリセで突破した前回がゴールンだっただけなのです。そしてまだ運ゲーは終わっていません。むしろこれからが本番です。これから1回でもリセットすると2時間30分切りが厳しくなります。重力腫瘍で手札をリフレッシュしていますが、星 Z がないのはまずいです。本当はもっと金にするべきなんですが、なんで手を抜いたのかわかりません。通常プレイでもかなりの強敵のリクームです。なんで今ステータス確認したんですかね。いつもの3種の神器を使います。それに加えてランチを使用します。1ターン目にベジータが働かなければリセットします。
ストを打ちます。頼む動いてくれ。まあ1回くらいのリセットなら多めに見ましょう。リクームとの再戦まで倍速で飛ばします。ここで手札を吟味せずにセーブしたのが本当に謎です。少しでも勝率を上げるために誘発か星 Z を最低でも2枚は用意するべきでした。2回目のリクーム戦です。3種の神器とランチを使います。何回も戦ってると特に語ることがなくなってしまうのが編集的にきついです。今勢いでピッコロを使ってしまったのは致命的なミスです。リクームが防御2だったのでピッコロは温存するべきでした。1ターン目のリクームの防御が4以下の場合、ピッコロは次のターンに回すべきです。チャートにもそう書いてあります。手札消費のためご飯も戦闘に参加させます。よし、とりあえず1ターン目はクリアしました。このリクーム、HP、DP が高すぎるんですよね。防御も高めを引くことが非常に多いです。数あるドラゴンボールのゲームでも本作のリクームの存在感は圧倒的でしょう。こんなとこだけ原作再現しなくていいから。一方ギルドの DP は13,500しかありません。地球に来た時のベジータよりも弱いです。366ダメージ、たとえ誘発1機でも293ダメージで即死です。誘発も星 Z も引けず、これはまずいです。やむなく危機で星7を誘発に変えます。ここでベジータが働いてくれれば一気に勝利に近づきます。頼む動いてくれ。ナイスベジータ、これで一気に勝利に近づきました。リクームの防御は4。ここでピッコロを使った方が良かったですね。本当に悔やまれます。ベジータの行動次第ではこのターンでの撃破もありえますが、追撃きった。さすがサイヤ人の王子、素晴らしい。もう一回ベジータが攻撃すれば倒せそうですが、さすがにそこまでは厳しいか。ベジータの2回攻撃はなし。しかし星 Z が引けました。ここで決めます。ヤムチャの早期弾を選択。星7以上で特大早期弾になります。特大早期弾と指針の剣気候法は共には財力30です。しかし早期弾は追尾した場合、話財力が倍になるという特性があります。16ダメージ。リクームが防御高めのカードを引いた時の保険としてダメージの期待値が高い早期弾を選択しました。ここ本記録の最大のガバです。ウーロン、父、エンマ大王が不足した状態でジース、バータと戦闘してしまいました。お金は十分に持っているのでアイテム補充をするべき場面でした。アイテムがなくても勝てますが非常に時間がかかってしまいます。ジース、バータは最高3回攻撃なので早く倒さないとロスが大きいのです。まず悟空を先頭に並べ替えます。最後の基地で誘発を作成、海王剣で一気に片付けます。ジース、バータのドロップ品は義乳合流時に倒した時のみ手に入ります。ジースのドロップ品の方が高く売れるので、バータを借ります。この戦闘は、敵がどれだけ行動するかで、非常にタイムがブレます。必殺技や追撃を連発し、それぞれ3回攻撃されると凄まじいロスになります。なるべく演出が短い攻撃をしてくれることを祈りましょう。ちなみに、星 Z の海王剣に追撃が発動して、バータの防御が1なら383ダメージで即死します。星
七海王剣では301ダメージでギリギリ即死しません。まあここまでの幸運はタス3レベルですね。チェーン包囲はやめろ。誘発が必要ですが、基地がありません。空論で引けることを祈ります。1枚目で引いてくれ。しかし引けず、最後の1枚を投入します。引けた。これで引けなかったらリセットするつもりでした。しかし星6なので、先制攻撃されてしまいます。これは仕方ありません。遅延行為はやめろ。クラッシャーボールは鉛筆が短いので、連続エネルギー波よりマシですね。カメハメハを打てば終わりなので、これ以上あがくな。こいつらどこまでロスさせれば気が済むんだよ。よっしゃ終わった。あまり回数をこなしていませんが、ここのカメハメハは外れたことがありません。もし外してしまえば大ロスですが、まあ大丈夫でしょう。479ダメージ。一撃気持ちいい。次は金策としてバトル修行をしますが、視聴者の皆様は稼ぎを見ても面白くないと思うので、連射系の必殺技の追撃ダメージは異様に伸びる、について解説します。追撃の技攻撃力は通常攻撃の2倍です。これは以前に説明した通りです。連射系の代表として、連続エネルギー波の技攻撃力は右枠の通りです。2発命中して追撃が発生した場合の技攻撃力を計算してみましょう。普通に計算すると、連続エネルギー波は16、追撃は8ですが、実際はこうなりません。追撃は、通常攻撃の2倍ですが、この、通常攻撃がおかしくなるのです。具体的には、右枠のようになります。命中した分の増加ダメージが、通常攻撃にも乗ってしまうのです。これを踏まえて、4発命中した時の技攻撃力を計算すると、こうなります。なんと、連続エネルギー波より追撃の方が強いのです。この現象の利用については、奏者間で明確な合意を取ったことはありません。ですが、レギュレーション上問題ないと考えています。理由は、そもそも命中回数と追撃の発動が運によるものなので、RTA で利用するにはリスクが高すぎるためです。狙って出せない上に、そこまで強いわけではないので、RTA では使い道がないのです。バトル修行が終わりました。ベジータが全然働かなかったので、今回はかなり遅いです。お金が余ってたのなら、バトル修行を早めに切り上げればいいんじゃないの、と思う視聴者もいるでしょう。実際その通りです。今のチャートでは、手持ちのお金がどれだけあろうが、バトル修行を最後まで勝ち抜いています。なぜかというと、お金がいっぱい持ってた方がなんとなく安心できるからです。不慮の事故でアイテムが足りなくなるかもしれませんし、ここまで来たのなら多少のロスをしてでも安心感を買いたいのです。完走してこその RTA だし、安定感も多少はね。
心が済みましたので、次は疑念戦です。ここでのリセットはロスが非常に大きいので、しっかり祈りましょう。なんだ今の動き。バトル主要で温存しておいた星ベッドがありますので、基地で誘発地に変えましょう。最初の疑念戦ではアイテムが使用できないので、戦闘前に手札を揃えましょう。疑念が防御高めを引かない限り、星ベッド筆波3枚あれば十分です。疑念戦です。目標は2ターン撃破です。海王剣は星7でも10倍ですが、悟空が先制するためと、追撃が出た時を考え星 Z にしています。ここで追撃が出ると安心できたんですが、残念です。せっかくの反撃ですが、関数字が3なのでいまいち。関数字 Z もあったので、こちらを使うべきでしたね。この戦闘、アイテムが使えないのが残念です。もし使えたらじいちゃんで縛ります。早いしストレスもたまりません。遅延行為はやめろ。2ターン目、星ベッドのカメハメハで終わらせます。疑念の防御が6以下なら、一撃で HP0 まで削れます。この戦闘は、疑念がボディチェンジを使用するまで終わりません。HP 半分以下で使用してきますが、0にすると即使ってきます。そして防御ベッド、ふざけるな。ここでボディチェンジを使ってくるのが理想だったので、これはロスイです。この戦闘ではアイテムが使えないので、運以外ではどうにもなりません。3ターン目、星 Z 筆は次の戦闘で使うので温存しましたが、ここで使うべきでした。そしてまたもや防御 Z、しかも流派1致。よりにもよって一番硬いパターンです。さらに追撃。もうやめてくれー。追撃が出ればギリギリ倒せる。頼む出てくれ。よし。奇妙の HP が0になったのでボディチェンジ。これで1戦には終わりです。次でリセットするともう一度この戦闘をやる必要があるので、なんとしても一発で突破したいです。奇妙2戦目です。ベジータが働けば1ターンで終わります。いつものじいちゃん、ピッコロ、最長老の3種の神器に加え、ランチを使用します。よっしゃー、終わったー。これ以降は大きくずれる要素がないので、いよいよ2時間30分切りが見えてきました。ちなみにそこ、奇妙、ジースともに防御1ならギリギリ一撃で倒せます。防御2だと結構残ってしまうので、ピッコロを使用しています。奇妙撃破。1戦目は時間がかかってしまいましたが、ノーリセなのでよしとします。次は近くの洞窟でドラゴンボールを探しますが、特に見どころもないので倍速で飛ばします。
エンカウントはわずか2回、ラッキーです。前回のチャートでは、ニセフリーザは適当に倒していましたが、今回はきちんと作戦を立てます。エンマ大王で贅沢に星Z を作成してセーブ。ニセフリーザです。まずはギャリック4を打ちます。ベジータが働かなかったり、敵の防御が高かった場合はリセットします。普通だな。一撃なのは防御4までです。防御 Z ならリセットします。ベジータの2回目の攻撃は、流派1の星1。働くだけマシとしましょう。ニセフリーザの2回目の攻撃で防御が下がりました。これはチャンスです。やりますねー。このゲーム、ベジータのご機嫌次第ということをしみじみ実感します。この区間、3分も短縮していますが、これは前回が適当すぎただけですね。ここからはイベントシーンと、耐えしのぐだけの戦闘なので倍速で飛ばします。7ターン目。すでにネイルの役割は完了しているので、あとは倒されるだけです。ナイスフリーザ。この区間は、ただ耐えるだけなのでタイム的には誤差の範囲ですね。この時点で新記録はほぼ確実でしたが、あまり緊張はしていませんでした。ここから最後までの区間は結構練習したので、勢いよく走り切れる自信があったのです。緊張よりもいい記録が出るぞ、というワクワク感があって、めちゃくちゃにテンション上がってました。そして込み上げる尿意をなんとか抑えていました。テンション上がったからといって水を飲みすぎてはいけない、はっきりわかんだね。この辺のイベントシーンは連射機があればトイレに行けるので、導入するのもありですね。次回、感動の最終回です。すべてにおいて敗北した RTA の最終回始まるよ。まずはこれからのフリーザとの連戦に備え、アイテムを補充します。ここで補充するのは、相手の動きを止める、G ちゃん、です。アイテムを売却し、最低でも4枚買います。ここで G ちゃんを4枚購入するのは、これ以降売っていないからです。前回のチャートでここで G ちゃんを補充しなかったのは、この前の義乳特戦隊のマップが最後の売り場だと勘違いしていたためです。思い込みって怖いね。ここでウーロンを1枚売れば、もう1枚 G ちゃんが買えることに気がつきます。合計6枚の G ちゃんを購入しましたが、ここで購入する枚数には検証の余地が大いにあります。多くの G ちゃんを用意しても、それほど加速、安定には繋がらないかもしれません。むしろ G ちゃんの枚数を減らして、バトル主要を早めに切り上げた方が、結果
的には速くなるでしょう。じゃあなんでこんなチャートを採用しているかというと、安定と単純化のためです。ここすごく着地しにくいです。なんでこんなにシビアなんだ。最初のフリーザとの戦闘は1ターン経てば終わります。なので3つ壁を立たせます。フリーザの星が1、もしかしたら生き残るかもしれません。ギリギリ生き残りましたね。これは嬉しい誤算です。ピッコロが復活しました。ついでに肉壁が補充されます。ここはただのイベントシーンなので倍速で飛ばします。フリーザ第一形態です。ここはポルンガを使用します。まずは全ての手札を ZZ 室に変更します。前回のチャートではこの効果は使用しませんでした。ガバガバチャートだったからね、しょうがないね。次にフリーザの HP を半分にします。これで1でもダメージを与えれば終了になります。ご飯の強力エネルギー波を打ちます。たとえ流派1の防御 Z でも確定でダメージが通ります。じいちゃんを使用しているので必中です。この区間が前回より遅いのは主にアイテム補充が原因ですね。フリーザ第2形態です。1ターン経過でピッコロが到着します。なぜか先ほどのじいちゃんの効果が有効なので、ここはやり過ごします。ここでご飯を先頭に出すと、秘められたパワーが爆発してロスしてしまいます。注意しましょう。2ターン目、ピッコロさんが加入します。アイテムを注ぎ込み一気に倒しましょう。何気に星 Z 室を引いていますが意味はありません。そもそもポルンガで引いた星 Z 室は使い切れないのです。いつもの最強ロー、じいちゃん、ピッコロを使います。ここでは最強ローを使用しましたが、経費削減のために海王様でもありかもしれません。自分のチャート作成の基本的な考え方として、単純、安定があります。チャートを単純化させることによってミスを減らし、安定させることで完走率を上げ、試行回数を増やして記録を狙う、という方針が根幹にあります。当チャートで採用しているバトル主要ですが、これはアイテムのゴリ押しによるチャートの単純、安定化が最大のメリットと考えています。ここまで来たら博打は打ちたくない、という思いもありますね。戦闘は全く解説していませんでしたが、アイテムでゴリ押すだけの内容なんて、別に問題ないですよね。前回は判断ミスで1ターン余分にかかっていたので、今回はその分が短縮されていますね。次に生き残ったナメック星人と同化します。前回と同じで解説することもないので、倍速で飛ばします。最強のナメック星人、超ピッコロの誕生です。アイテムにウーロンがあるので、このままフリーザに突っ込みます。この辺の敵は義勇特戦隊に匹敵する戦闘力なのですが、超ピッコロさんが強すぎてそれを実感することはありません。この辺のインフレも原作に忠実なのが面白いですね。この辺、特に解説することがないので4倍速で飛ばした方が良かったですね。
理由波長がないので、ウーロンで引きます。星 Z 質がすごくもったいなく感じるでしょうが、もう使い道がないのです。ボルンガの星 Z 質の効果をうまく使うチャートは、自分には見つけられませんでした。気になる人は、スーパーサイヤ伝説、RTA、で検索して最速記録を見ましょう。途中、ミスターポポをドロップしましたが、チャートに変更はありません。この先、お金の使い道は完全に決まっています。次はフリート第3形態です。すぐには決着はつきませんが。フリート第3形態です。強くはありませんが、いろいろ面倒なボスです。この戦闘は2ターンで終わるので、生贄を立たせましょう。生き残れば微妙に短縮できましたが、まあ想定内です。多めに購入したじいちゃんを投入します。じいちゃん1枚で 18p、これはバトル主要の1戦分の儲けに匹敵します。バトル主要は1戦で約1分かかります。ここでじいちゃんを使っても1分も短縮できませんので、タイム的には赤字です。チャートに全く柔軟性がないからね。2ターン経過したので、一旦終了。ここから面倒な作業が始まります。まずは最終決戦に向けてアイテム補充をします。ウーロンを売却してから購入しているのは、アイテムの並びを毎回同じにするためです。売買価格が同じだからこそできることですが、そもそもアイテム管理がきちんとできれば、これは必要ありません。アイテムが不慣れな場所にあって見落としてしまうと、笑えませんからね。RTA には走者ごとのスタイルがありますので、それぞれの考え方を頭に入れておくと、より楽しめるようになると思います。次に2軒目に向かいます。最強楼はそちらでしか売っていません。最強楼だけ買えばいいのですが、ウーロンも買っています。多分、空いたスペースをウーロンで埋めようとしたためと思われます。これ走ったの、半年前だからね。思い出せなくてもしょうがないね。あとは、ロコ、フリーザのエンカウントを繰り返す作業なので、倍速します。
フリーザと3回エンカウントしたので、最後のアイテム補充をします。このアイテム補充ですが、チャートを突き詰めればカットできると思います。というのも、自分のチャートはあまりにも安定志向すぎるからです。記入戦以降は絶対に運ゲーをしたくなかったので、このようなチャートになっていますが、期待値で考えるとおそらくロスの方が大きいでしょう。ここから雑魚戦を4回ほどこなせば、最後のフリーザ戦になります。さっさと逃げて終わらせましょう。これマジ？逃げ運悪すぎるだろ。今のがもう一回起こればウーロンが足りなくなって大ロスですが、手持ちの2枚で乗り切れると踏んだので無補給でいきます。2時間30分を切るには、もうリセットできません。この時点での猶予は1分もないでしょう。これがおそらく最後の雑魚戦闘になるでしょう。ここさえ乗り切ればウーロンは不要です。これで残りウーロンは1枚。頼む逃げてくれ。よし、次はフリーザなので安心です。まだ雑魚戦が残っているじゃないか。ここでウーロン切れとかシャレにならないんですけど。ラストウーロン。頼む逃げてくれ。危なかった。あと2回しか失敗できなかったので、非常に際どい場面でした。ようやくフリーザとの本番です。第3形態はこのような作業が強いられるので、一番嫌いです。フリーザ第3形態です。第2形態と同様、アイテムでゴリ押しします。7、エンマ大王で星 Z 室を作成。あとはいつものじいちゃん、最長老、ピッコロをぶち込みます。フリーザの防御が1だったので、ピッコロは温存しました。ですがもともと使い切るチャートなので、残しても意味はありません。追撃が出れば1ターンで終わります。なければ30秒ほどのロスになります。追撃なし、残念。ここではピッコロを使用して、じいちゃんは使いません。ピッコロで確実に先制できるので、フリーザのターンがないからです。じいちゃんには必中効果もありますが、この状況だとほぼ確実に命中するので不要です。星6の連続魔攻法でも倒せますが、演出が長いのでエンマ大王で星 Z にします。フリーザ第3形態撃破。アイテムによるゴリ押しで運要素を極力排除したので、タイムはほぼブレません。結局あの連続逃げミスが、そのままロスになってますね。フリーザ最終形態です。この戦闘は3ターン経過で終了するので、生贄でやり過ごします。
この戦闘でのダメージは悟空合流時に持ち越されますが、私のチャートでは攻撃は一切せず、悟空に全て任せています。まさか生き残るとは、防御位置じゃなくても大丈夫かなと甘えた行動がロスになりました。必殺技はロスイです。ワンパンで死ぬのが一番早いです。ダメージは6561です。もう粉々でしょう。しっくりポチゼットで殺しに来るラスボスの鏡。3443ダメージ。3ターン経過したので、場面は悟空に移ります。あっしろよ。クリートの元で直行します。エンカウントはしません。最後にリセットポイントがあるのでセーブします。ラスボス、フリーザ最終形態です。まずは裏ボスのベジータを出さないために特攻させます。遅延行為はやめろ。とりあえず戦闘拒否しなかったので、OK です。フリーザの3回攻撃でベジータは確実に死にます。爪を怠らない悪役の鏡、素晴らしい。ここで2時間30分切りを確信しました。ここからは完全に作用です。行動の変化によるチャート変更はありません。Gちゃんを使って安全にスーパーサイヤ人になります。ここでの使用を忘れると、高確率で死ぬので注意しましょう。2ターン目、星 Z 質を用意し、じいちゃん、ピッコロ、最長老を使用します。つまりいつもと同じですね。このスーパーサイヤ人になった悟空の戦闘力、特別感があって好きです。ちなみに、原作ではフリーザにカメハメハが直撃したことはありません。すべて防がれています。次ターンもカメハメハを撃つので、追撃は不要です。追撃なし、やったぜ。ここのカメハメハを外したことはありませんが、万が一に備えてじいちゃんを使用します。ここで操作を終えた時点で、コントローラーを床に投げて、うっしゃー、しゃー、しゃー、とか叫んでました。フリーザ撃破、完走です。お疲れ様でした。スーパーサイヤ伝説バグなし RTA、これにて完。それで破完走した感想ですが、失格せずにセンチャー2機を抜く、という目標を達成した上、2時間30分という大台を切れた記録に、非常に満足しています。そう、あの日までは、本作の RTA を始めたきっかけは、スーパーサイヤ伝説の RTA が見たかった、からです。自分が走れば誰かが走ってくれるかな、と思っていました。一番最初に動画を投稿した後、先駆者兄貴が自分の RTA を参考にして記録を抜いたのはすごく嬉しかったです。その後、まさかの大型新人が現れ、私の思いは最高の形で叶いました。このゲームの RTA をやって本当に良かったです。
この RTA を始めた当初は、リセットするだけの運ゲー、誰がやっても同じチャートの RTA と思っていました。そして、バトル主要カットは実現不可能だと思っていましたが、それらは奏者の研究によって達成されました。心から、ありがとう、おめでとう、と言いたいです。もちろん、今からこの RTA を始められる方も大歓迎です。ノーセーブ縛り RTA や、スーパーベジータ撃破 RTA などの記録はありませんので、早い者勝ちですよ。本作の RTA には、隠れた伸びしろはまだあると思います。個人的には、命中率の仕様が解説されれば、チャートにも結構影響が出るのではと思っています。なお、私自身の再走については、今のところ予定はありません。本作については、もう本当に、十分に満足したからです。もうすぐ計測終了点です。ここでタイマーストップ。記録は2時間29分29秒。では以上で、スーパーサイヤ伝説バグなし RTA を終わります。長時間のご視聴、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。